YouTube でこれやったらアイアン当たりますとかいう動画いっぱいあったからさ、ワンナップ的アイアン当たります動画やんないといけないと思って、はい、教えてください。平井博明のワンナップゴルフ練習でさ、もうね、打てしか言わないから練習が少ねんだから。え、じゃあ他の動画もそうやって言ってんのかな。ボール君と見ないからいけないんだ。そうだね。そうだ、あ、あとあれだ、芯に当たるとかもあった、アイアン。なんで当たるか。芯に当たるから。それそっか。そう、自分に合ったウェイトと、うん、硬さの、アイアン使ってたら、うん、勝手に芯に当たる。嘘。この動画短いな。短い。うん、おしまいだ。まあ、その中でもね、まあ、いろいろ方法だったり、とかってあると思うんですけど、ね、まず、当たる、当たんない。うんうんうん、っていうのは、うん、とゆっくりでもいいから、うん、フェースをね、うん、このインパクトのところで素振りでいいから、ま、うん、っすぐこうやって見ながらやって、こうやってまっすぐ向けた状態で戻せるのかどうか、まず、こうやって。うんうん、これ戻ってんだよ、うん。こうやって。あの、ちょうどここの時に、こうやって戻ってるのが見えるんだね。うん、見えなかったらもうどうしようもないんだけど、うん、見えんだよね、俺は。こうやって。こうやって。それはね、ここっていうのが分かってるからね、多分。そうだね。そうだよね。そう。でもね、角度変えない、手首の角度変えない、うん、こうやってねじらないかったら、うん、狂わないと思わない？そうだね。オートインパクトゼロの話でしょ、それ。そうだよね。すごいこと知ってる。そうなの。そうだよね。そうなの。オートインパクトゼロなの。こうやって。そっか、ねじんないで、うん、折らなければ。そうだよね。そう。絶対ここにこうやって戻る。そうだよね。ロボットみたいに打てばいい。そう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 、ロボット打ち。うんうんうん。そうそう。それをやって、うん、あれで、結局、あのスイングを大きくできるのが理想なんだけど、うん、大きくしたら、こうはできないじゃん。うん、こうやってやるじゃん。やっぱついてきちゃう、ね。そう。その時に変わっちゃう。だから、こうやってコックを入れるんだったら、うん、コックを入れるこの角度とか、タイミングとか、速さとか時間とかあるじゃん。うん、それを音にする。ギュイーンとかってやると、うん、ギュイーンって戻したら、うん、結局今のギュイーンギュイーンでここで戻るわけよ。うん、でも、無音のままだとタイミングも何もわかんない。うん、何かリズムを刻むことって大事で、見えないところなんだからってことなんで。だから結局このアイアンが当たんないって、そもそもアイアンをそのアイアンの適正なスピード取り機関で打ってない人が多くて、もうめちゃくちゃ振ってたり、曲げないよりめちゃくちゃ緩んでたりするのよ。もうそうしたらアイアンって当たんない。今日ドライバーよりも難しいからね、アイアンって。感覚が難しいのよ。スピード感だったり、力感っていうのは。ドライバーは変な話、ティーアップしてヘッドがでかいし、何だって当たる可能性はある。だけど、アイアンって下から打つし、ヘッドがちっちゃいから、結構その、ちゃんとこうミートさせて、まっすぐターゲットに飛ばすっていうのが難しいの。だから、その、それの一つとして、まずオーバースペックっていうのがある。で、要は、クラブを捌ききれてないわけよ。それがまず一つと、さっき言った、振りすぎ、力みすぎが二つ目。これが結構多いよ。あとは、ミスを一番最初に警戒目的にしてる。例えば、ダフらない、トップしないように、シャンクしないように、打ってるだけ。ナイスショットは打とうとしてない。だから、ナイスショットが出ない。この三つが多分相当じゃない。てか、全部だね。これで。そうやって打ってる人がほとんどだから。一番見てて多いのは、左肘を引いてダフんないように打ってる。こうやって。ああ。これ多いから。もう一回打っていい？距離変わんないで何しちゃったでしょ？なんで、ね、関係ないから、あんまり。これで何が言いたいかっていうと、うん、アイアン当たる当たんないって、もう下から置いてあるクラブは全部クラブなのってこと。へぇー。だから今、左肘引いて胸下げてこうやって打ったの。うんうん、こんなのダメって言うじゃん。うん、レッスン、うん。関係ない。何ショット出んの？
それはクラブがこう戻ってるからだ。こう戻ってるからだ。こうって。あ、飛行が何しようか。ここにこう戻ったら飛距離も変わらない、球も変わらない、方向がいい、うん、関係ないんだって言ってんじゃん。そうだね。音がちゃんとしてたね。弾いてるのにさ、そう。グッドサウンドだった。パンってなってるんだね。そう。動きと音が合ってないから面白いんだよね、ちょっと。そう。ミスチル歌う女性の人と一緒でしょ。そう。頭の中バグっちゃう。バグる。そう。だって左肘引いてんのにパシュンと落としてんだもん。そうでしょ、うん、いい球出るでしょ。だからね、そう。だから、これで体関係ないって分かるでしょってこと。だ当たる当たんないって、クラブをインパクトでしっかりとパンって自分のちゃんとした加減もしないスピード、加減もしない力感でちゃんとインパクトに向かってるかどうか。その自分の姿勢が大事だ。あ、どうしようとか思ったら、そんなにいい結果は出してくれないから、絶対当たると思って、もう、こうやって打たなかったらダメだ。しっかりと緩まずに、その番手の距離を打とうとするスピードで動くことが、アイアンっていうのはすごい大事。初めのオートインパクトゼロあったじゃん。はい。あれから練習は始めるべきなの？あれから練習、打ち放題だったら、そうやって始めていいよ。で、だんだん大きくしていく。そうそうそう。そうすると、最初は、振られ感ってないじゃん。うんうん、ちっちゃくてゆっくりだ。まあそうだね。で、それが早く大きくなってくると、こうやってヘッドがこうやって振られてくるの。ああ。それがタイミングっていうのが次についてきますよ、ってこと。だから、これはさ、タイミングないじゃん。うん。だけど、ここから振られてくると、こうやってタイミングが出てくるのね。うん、うん。それに合わせて、この遠側をどうやってこうやって動かすかってなってくるわけよ。そう。だから、3時刺した、12時刺した、9時刺したっていうのをこうやって綺麗にこうやって、こうやってやってあげる。こうやって。そのイメージを出す練習が、こうやってやって、フェース真上向ける、真下向けるを、こうやって平行にあの地面と平行にこうやって。真下、真上、真下、真上、真下、真上、真下、真上。で、それやってきたのを、こうやって打ったり。で、ちゃんとここで、開いた、まっすぐ閉じたっていうのが、3点間がちゃんとなってると、ここの向いた角度が分かりやすい。だ、今の開いたよね、閉じたよねっていうのも分かりやすくなる。そう。そう、チェック方法が自分なりに見つけることも大事。で、そうやって、アイアンの練習をスタートしていくと、その、無駄な力感だったり、無駄なこの、足の使い方だったり、そういうものがなるべく少なく。何が一番多いのかな？ダフリなのかな？アイアンって。ダフリだろうね。ダフるよね、下に置いてあるから。取っておきやっていいのかな？あんの？ある。お尻の一番ここの外と、うん、おでこ、うん。ここの幅あるでしょ、うん、ここの幅が広ければ広いほどミス出ますからね。これが狭ければ狭いほどいい。こういう状態？うんうんうん。で、ちょっとこうしてあげる。うん。こういう状態が一番ナイスショット出るの。これが、お尻上がりすぎて、前傾してるでしょ。うん。前傾深いじゃん。そうするとさ、お尻とこのおでこがすごい幅がある。これダメだ。当たんない。引っ掛けとプッシュ両方出る。でも直立でもダメでしょ？直立の方がまだいい。あ、そうなんだ。ダメだけど、ダメだけど、まだいい、うん。まだいいんだ。うん。これ、ね、直立で打てないのか。そう。あの、突っかかっちゃうから。そうだよね。触れないもんね。こうなってたらいい。あ、そうなんだ。これぐらい。それのがまだ打てんだ。まだ打てる。まあ、これで打てるからね、俺ね。あ、そうか、そうだね。参考になんないんだけど、さーん。そうだね。でも、なるべくここの幅が、かかとに重心かかったらもちろんいけないんだけど、つま先重心で、なるべくここの幅をね、この角度でもいいから押さえたり、ちょっと幅を。なるべく狭く、こうやって。こうじゃなくて、こう狭くしたり。調子いいな。その感じがあると、軌道が安定するんですよ。クラブ軌道が。だから、それがね、しっかりと、このまんま、例えばね、こうやって、
前傾深いですよって言って、じゃあもうちょっと膝曲げてくださいって言って、じゃあ上体起こしてくださいって言うと、こうなっちゃうのは良くない。この形のままこうやって下がる、膝の曲げだけで高さを調整したりとか、そういうアドレスを取るとスイング中の上下動が少なくなるってことなんですよね。それすごく重要。ダフリトップが少なくなるんで、膝の高さを変えないイメージでフィニッシュを取ってあげるとすごくミスが出なくなるので、少なくなると思うんですよ。スピード感も安定してくるんで、ぜひそれはちょっとお試しください。なるべくおでことお尻の幅をこう狭くする。こうやってやるとこうすごく広いですよね。この幅が、おでこと。これがこうどんどん狭くなってきてるんですよ。こう。その意識でやってみてください。当たる当たんないっていうのは本当最終的には本当練習になるんですよ。冗談抜きで。練習になるんですけど、初心者向け100ギリ90ギリの動画でもやったんですけど、まあ、とにかくクラブを優先的に動かしてあげてないと、なかなか当たんないんですよね。そもそも。だから、いろいろやるんですよ。やっていいんですけど、クラブが優先的に動いてればやっていいんですよ。そこが難しいんですよ、一番。体を動かしたりとか、切ったり回したりとか、いろいろあると思うんですけど、肘をこう、こうやったり、なんかやったりとか、そうすると、クラブが出なくなりますからねってことが分かってれば、気をつけられるじゃないですか。なんで、そういう注意点を持って、練習に取り組んでみてください。アイアンは、とにかく練習して、しっかりクラブを動かすことを、ちょっと、意識して、やってみてください。お願いいたします。はい。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。